どうもフランチェスカです。ゆかです。今日は2人です。イエイ。ゆかさんがいるということは今日はそういうことです。そういうことですよ、はい、はい、今日は激辛企画です。イエーイ。今日もゆかさん呼んだら激辛ってか他に、ね、激辛できる人いないよ。そういう要因。前回ね、うん、一緒に激辛うどん、はいはい、殺人うどん行きましたね。殺人うどん食べたじゃないですか、うん、であの後にリクエストが来たんですよ、うん、リクエストが来るってすごい。そうびっくりした。いいめっちゃうんうんうん、ね、いいこといいこと嬉しい、うん、であの私のお越しカモページの方に、うん、徳島でここも行ってみたらいいと思う、行ってみてくださいみたいな感じでメッセージが届きまして、で今日はそこに行きます。はい、今日行くのは、はい、激辛クレープでーす。へーっていうのがあるんやって。ほうほうほう。なんかその私もね激辛クレープがあるから行ってみてくださいってもらった時に、うん、ようわからんかったっけん調べたんよ、うん、で徳島のタクトっていう、うんうんうん、まあところにある中に、うん、タクトの中にあるクレープ屋さんが、うん、なんかその激辛クレープっていうのをなんか扱ってるとかやってるらしくて、うんまあ、もちろん普通のクレープ屋さんなんやけど、うん、でインスタとかツイッターでそのお店のアカウント調べて見てみたら、うんうん、ありました。デスクレープっていうのがありました。だいたいデスつけりゃいいと思ってる。なんか殺しに行くみたいな感じで、まあそういうのがあって、そんなに辛くないんちゃうかなってね。ちょっと未知数なの で、 そうです、ね、とりあえず今からタクトに行って、はいはい、まずそのクレープ屋さんをどこにあるか分からんから、うん、探すところから始めていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いしま す、 お願いします。楽しみ。待ち受ける岡村よという名前らしい。行きますか。はい、参りましょう。小さなお子様や辛みが苦手な方をお控えください。辛さに自信がある方はぜひどうぞ。罰ゲームやネタでのご注文をおすすめしております。当店スタッフも作るときに支障を来たす亀あまり注文しないでください。そんな本当に激辛のため万が一体調を崩されても当店では一切の責任を負いかねます。すごいなんか防御線めっちゃ張りまくっとる。すごいよ。このデスクレープを2つでアイスティーを1つとウーロン茶を1つ、はい、以上にお願いします。すごいな、このアイスとかもあるし、中が辛い。辛い。